こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。台湾軍も配備が決まっている米国エイブラハム M1 戦車のアップデートが行われたことが報じられた。日本のように新型を開発するのもいいようだが、エイブラハム M1 のように世界ではアップデートでさらに性能を高めるやり方もある。では、今回このエイブラハム M1 のアップデートの全容を見ていこう。世界一と言われる戦車エイブラハム M1 はどんな性能を高めたのか。気になるところだろう。10式戦車を有する日本としても気になる。1981年の正式採用以来、この2020年までアメリカ陸軍やアメリカ海兵隊の主力戦車の座を守り続けているのが M1 エイブラムス戦車であり、40年近い歳月でバージョンアップが繰り返されてきた。採用当初の形式である M1 型は、前級である M60 パットン戦車と同様の51口径 105mm ライフル砲であったが、M1A1 型から以後の標準となる44口径 120mm 滑空砲に改められ、劣化ウラニウムを用いた。装甲も登場した。M1A1 型には複数のバージョンが登場したが、それらのうちで MV2S8 と呼称されるタイプはモロッコにも輸出され、また M 型は劣化ウラニウム装甲を通常装甲に戻したイラク輸出タイプとなった。続く M1A2 型が現在進行形の最新型に該当し、こちらは近代戦において必要不可欠な C4I システムの能力を高めたタイプとして多数のタイプの元となっており、SEP バージョン3もその一つだ。C4I システムとは、軍の運用効率を高める4つの C を包括した概念で、コマンド、指揮、コントロール、統制、コミュニケーション、通信、コンピューターズ、電子機器を基幹としたものである。C4I システムは、作戦指揮と情報活動の2系統から構成されており、それらに、戦略、作戦、戦術の各単位ごとにシステムが存在し、戦術級でよく知られたものに、海軍のイージスシステムがある。今回の M1A2 型エイブラムス戦車では、陸軍戦闘指揮システムが、それと同様の位置づけにあたり、より、友軍戦力との相互連携を高めることで部隊の、効果的な運用の実現を目指すものとなっている。さて、そんな M1A2 型だが、2015年に公表されたのが、最新型となる M1A2C-SEP バージョン3であり、2020年5月にアメリカ陸軍の一部の部隊にようやく配備が始められたことが明らかになった。今回、この M1A2C-SEP バージョン3を公表したのはアメリカ陸軍の第1騎兵師団の第3旅団戦闘団、グレーウルフで、各種電子機器類、及び、ソフトのアップデート、弾薬データリンク導入、新型の砲弾の適合化などが行われている。こうした改良により、M1A2C-SEP バージョン3は射撃精度、防御力ともに強化されていることは、疑いの余地がないが、
それだけに。車体重量も増加し、およそ67トンとドイツのレオパルト 2A7 と並ぶ。重戦車となっている。これは、例えば、陸上自衛隊の10式戦車の約44トンや、韓国の K2 戦車や、ロシアの T14 戦車の約55トンに比べ、10トン以上も重いものであり、当初の M1 と比較しても、12トンほど増加したことになる。2019年に、アメリカが台湾に売却することを承認したのはこの、M1A2C-SEP バージョン3を台湾向けにした輸出仕様であり、M1A2T と呼ばれ、走行に劣化ウラニウムを用いない点以外はほぼ、共通と言える仕様だ。台湾は、この M1A2T を、2022年から2026年までの5年間で合計108両発注する計画となっており、初回の納入は2023年頃になると見込まれ、従来の M60 戦車から一気に最新鋭戦車へと戦力を増強することになる。大元のアメリカ陸軍の計画ではM1A2C-SEP バージョン3は、すでに435両が発注済みで、これを含めて786両の導入が予定されているが、新造ではなく、既存車両のアップデートで調達されることになるようだ。気になるのはその費用だが、台湾向けの M1A2T はイニシャルコスト込みで、1両あたり約20億円となっており、アップデート費用が1両あたり約 4.4 億円とされていることに比して、かなりの高額だと感じられる。現在、アメリカ軍では、陸軍で M1A1 型を約4400両、M1A2 型を約1200両、海兵隊で、M1A1 型を約400両運用しているが、先の M1A2C-SEP バージョン3の計画数786両という数は、全体ではまだまだ少数と言えるだろう。先に挙げたモロッコやイラク、台湾以外にも M1 シリーズは輸出されており、M1A1 型がオーストラリア、M1A2 型がサウジアラビア、クウェートなど多くのオイルマネーを持つ中東の国の購入が目立つ。そうした中で特徴的なのがエジプトであり、輸出ではなくライセンス生産が行われたこともあり、 M1A1 型を1130両、M1A2 型を755両と、本国アメリカに次ぐ保有数を誇り、中東一の戦車戦力と言ってよいだろう。これは、かつての中東戦争で、旧ソ連圏の戦車を中心としていたエジプト陸軍が、その枠組みを脱し、装備の近代化を、アメリカ製兵器を中心とした体制に、移行させていることを如実に物語る数字だと思える。しかし、アメリカ陸軍の M1A2C-SEP バージョン3の導入の動きと並行して、海兵隊では逆に戦車運用を縮小する方針が打ち出され、それだけでなく航空戦力も削減することが実行に移されている。これは、第二次世界大戦以降、長らくアメリカの海外派兵時の戦法を務めてきた海兵隊が、そのあり方を根本的に変革しようとしているもので、大規模な上陸作戦能力を手放すことになるのだろう。